安倍進参前首相は、金曜日に奈良市の路上で暗殺未遂のように思われる選挙演説をしている時に、戦後の日本の歴史の中で最も重要な指導者の一人である胸を撃たれた。伝えられるところによると、彼は心肺停止状態にあります。岸田文雄首相は安倍首相を、深刻な状態、と表現し、奈良当局者は前首相はもはやバイタルサインを示していないと述べた。安倍さんは急いで病院に運ばれ、胸から出血していたので無意識でした。午前11時半ごろ、大和西大寺駅前で演説をしていた安倍容疑者を逮捕し、日曜日の参議院選挙のキャンペーンが行われていた。事件のビデオは、2つのショットが発射されていることを示しました。日本は世界で最も厳しい銃規制法の一つを持っていることで知られています。消防庁によると、安倍首相は銃声で首の右側に怪我を負い、胸の左側で内出血している。救急車の関係者によると、元首相は奈良県立医院の南にある橿原市にある奈良県立医科大学に医療ヘリコプターを介して輸送された。放送局によると、男は殺人未遂の容疑で逮捕され、銃は没収された。NHK はその男を奈良市在住の41歳の山上徹也と特定した。NHK は容疑者が2005年頃までの3年間、海上自衛隊の将校であったと政府当局者が述べたと述べた。山上首相は前首相に不満を持っており、殺害する意図があると捜査官に語った。攻撃に使用された銃は手作りのようで、メディアの映像には、攻撃後に地面に横たわっている黒いテープで包まれた2つのバレルのように見えるオブジェクトが示されていました。山形県からヘリコプターで首相官邸に戻った直後、岸田文雄首相は安倍首相の命を救うために医師たちができる限りのことをしていると語った。岸田文雄氏は記者団に対し、民主主義の基盤である選挙運動中に起こった卑劣で野蛮な行為だった。と語った。それは許されない行為です。岸田文雄氏は東京以外で選挙運動をしている大臣たちにすぐに首都に戻るよう命じ、金曜日遅くに閣議を開くと述べた。銃撃を目撃した高校生は男が後ろからやってきて2発発射したと NHK に語った。最初のショットはおもちゃのバズーカのように聞こえたが、男は最初のショットの後に後退した。と学生は言った。攻撃者がセカンドショットを発射した後、大量の白い煙が現れたと彼女は付け加えた。日本の人々は、この国では滅多に起こらない攻撃で銃を使用することにショックを表明しました。40代の東京のサラリーマンである木村健作氏は、最近の米国での銃乱射事件にもかかわらず、特に日本で最も影響力のある人々の一人との関係で、日本がこのように影響を受けているのはクレジーだ。と語った。国家。アメリカに住んでいた東京のサラリーマン、水口武氏は、ほとんど信じられなかった。米国に20年間住んでいるので、日本の昼間のテレビで暗殺の試みが展開されるのを見るのは非現実的です。と彼は言いました。私は、この事件が、アジア太平洋、地域、およびそれ以降、の政治に及ぼす影響について神経質になっていますが、公安の名の下に私たちの個人の自由をさらに侵害することについてはもっと神経質になっています。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。